ドジャース大谷翔平投手30の18年のサイン入りルーキーカードがオークションで33万6千ドル約4870万円で落札された。米複数メディアが25日、日本時間26日までに伝えた。大谷の野球カードでは最高額だというトレーディングカード大手のトップス社製の同カードは大谷がメジャーデビューした18年のルーキーカードで クロムサファイア版のサイン入りはこの1枚のみと超レアな一品となっている。オークションを手掛けたサザビーズによれば8万から12万ドル、約成160万から1740万円の落札を見込んでいたが、メジャー史上初の50本類だ50盗類を達成したことにより価値が上昇したとみられる。これまでに落札された大谷の野球カードで最高額は、 21年12月に落札されたサイン入りルーキーカードで31万2000ドル、約4520万円だった。